じゃあ、とりあえずね、マイクレスの申請頻度、肘打った。マイクレスのね、申請頻度が取れましたんで、今回ね、午前中ちょっとね、撮影行きながら、まあ、撮影で撮影の間に NGG ね、引き取って予約していきました。で、その中でもね、まあ、今回本当にね、結構な、今日、全部引き取ってきましたんでね、まあ、まあ、何種類かずつに分けて、紹介していきたらいいかなと思います。というわけでね、まず、タイトルはこちらでございます。製品番号 A の717ですね。まあ、現在もね、EF81-400万台、九州のね、文字で活躍している、機関車ですね。本当は全部で4種類作れたんですけど、今回ね、まあ、引退してるの込みで考えると、まあ、3台ぐらいでいいかなということで、今回3台買ってきました。そうですね。本当、今、なんか、今年に入ってから、うち、文字機関区だけがえらい増備されてるんだ。気のせいかしらね、つってね。まあ、ちょうどね、去年かなんかに、加藤から大型貨物がね、選果されたっていうのもあって、じゃあ、300買うなら400買うかってことで、ついでに買っちゃいましたという感じですかね。俺もね、まさかこんなに買うとは思ってなかったんですよね、機関車が。本当だからね、今年だけでね、機関車の増備計画がえらい飛んでるんですよ。おかげで、リカラのパーツがね、なくなりかけてるんで、そろそろまた発注しなきゃいけないそうなんで、ちょっと後で在庫を確認しなきゃいけないですね。一応、修理パーツがこんな感じになっております。このですね。まず、基盤修理対応でございます。アンテナ J0、J11、パンタグラフ、ドリル台車、モーターは0616、シャフト、ウォームギア、車輪ゴム、スプリング、カッパラ、ティーヌカッパラって感じになっております。で、今回ね、ナンバープレートがメカズプレートがついております。あ、こっちか。こっちがですね、いつものとく、ダミーカッパラとティーヌカッパラですね。で、こっちについてるのが、メカズプレートじゃなくて、ごめんなさい、手すりとホイッスルですね。で、こっちについてるのが、シャバンと、そうですね、シャバンとメカズプレート。で、シャバンはね、加藤のフライホイールみたいな、なんつうの、取り付けの穴が、こっちのね、両サイドじゃなくて、後ろ型になった、新型のやつになってますんでね、今回個人的なおすすめかなと思います。一応こちらも、ナンバープレートがついております。よいしょ。で、あと説明しますね。よいしょ。入ってるのは、全部こんな感じですね。一応こちらですね。ナンバープレート、まあ、前面側面用が、それぞれ2個ずつ。で、ティーヌカプラ、ダミーカプラ、台座。で、信号インカムホイッスルの、台座もろもろ。で、手すり、で、こんな感じで取り付けてくださいよと。一応ね、前面に関してはこんな感じでね、ナンバープレートですね。前面が若干ね、ボコッとしてますよと。で、側面はね、つらい位置ですよと。あとね、一応ね、充電対応で、オンオフスイッチついてますんでね、お好みで切り替えてくださいって感じの、機関車になっております。よいしょ。まあ、あとはそうですね、手すりとかの、まあ、もろもろの注意書きとかだけになるんでね、まあ、その辺がお好みでって感じですね。じゃあ行きましょうかね。こちら、車両になります。そうですね。やっぱりこの九州のね、更新車っていうこの細帯、まあ、このナンバー、メガズプレート、あ、メガズプレートに進みなんだ。ナンバープレートの下にね、このメガズプレートがあるんですけど、まあ、日立製ですかね、これ。一応日立の名盤が入ってるんですけど。まあ、このね、前後にあるこの更新車の帯、これが結構かっこいいですね。で、エンド表記もね、結構綺麗に見やすく印刷されてますね。ちょっとピンタイズラインで面白いんですけど。まあ、この JR 貨物で、検査表記込みとエンド表記込みでこんな感じと。で、一応ね、前面も、まあ、綺麗にね、金曜日して、まあ、手すりもね、ちゃんとついてます。開放でこうか、失礼しました。まあ、ちょっとやっぱりね、トミックスの車両なんでね、この辺の手すりとかのね、手すりじゃなくて、これ。まあ、この81の頭の、この配管とかはね、まあ、加藤みたいに金属製とかじゃないんでね、その辺はまあ、ご了承くださいって感じですかね。まあ、これはもう仕方ないでしょうと思います。そんな感じですかね。一応今回こちらでございます。というわけで、リカラのパーツ探すか。今、在庫確認したら、TX093 しかなかったんで、EL 用の、EF 用の、091がなかったんで、これちょっとリカラのヤフオク見て、買ってきます。買います、注文します。まさかね、TX091 の在庫なくなると思わなかったの。今年結構多めに買ったんだけどな。多分どっかなくしたんだよね、あの辺で。って感じなんでね、まあ、しょうがないんで今回ナンバープレートと、付属品だけちょっとね、取り付けていきたいかなと思いますが。これは使わないからいいか。今回使うのはこちらですね。まあ、俺はね、全部ナクルカプラ化してますんで、ね。先にナンバープレートつけちゃうか。で、今回ね、こちら、ナンバープレートでございます。これは一応、A タイプなんで多分全面用ですね。番号こちらでございます。3468ですね。ちょっと見づらいんでごめんなさい。
な感じですね。で、こっちも A タイプか。こっちは B タイプっすね。基本的に A と B でね、まあ予備がないって感じなんですけど、なぜかね、予備が入ってくれてるんで助かりますよ。というわけで、じゃあナンバープレートをまずどうするか確認するか。一応ね、確かにまだ生き残ってる現存するのが確か3台いるはずなんですよ、俺の記憶だと。あれ、3、4、6、8だよ。文字機関区で、シャルチュラファー1どこだ、あった。そうですね、現存するのは3、4、6っすね。じゃあ今回このまま3、4、6、上3本全部使っていこうかなと思います。というわけで、意外とトミックスのナンバープレートってグッて冷たくて押すと、へこむ可能性があるんでね、これだけは要注意で。注意ください。やっぱりこの加藤のね、フライホイールの後藤とかから、まあ、採用された、このタイプのナンバープレートいいっすね。バリとかは一切気にならなくて、綺麗にスポンってはまる。まあ、本当はね、NGのナンバープレートもね、実写に即して、なんか、インネタ的なやつにもね、なったりすればいいんですけど、さすがにそれはそれでね、俺苦手なんで。このタイプは非常に助かるんだよな。こういう風にね、ちゃんと進化してくると、今、2本でグッと気がする。大丈夫か。セーフ。こういう感じでね、ちゃんとね、進化してくれて高いんだったらね、俺はね、まあ若干の文句は言うけど、買うから。まあ、僕ね、ほんと今年、機関車だけで何十台買ったかな。B タイプどっちだっけ？こっちが B か。ちゃんとね、A とか B とかって刻印してくれてるからね、まだ分かりやすいんで助かるんじゃない？これ。出勤。何言うけど。あれ、俺何番だっけ？四三四六だっけ？は、すげえ認知症の速さ。三四六っすね。で、このまま上でいいのか。本当はこれ切ってする必要ないんですけど、裏切っちゃった方が楽なんで。
抜けやすさとかもあるのかな。大丈夫そうですね。下手なことしなければ多分スポーンって飛ぶことはないと思います。じゃあ今回も B は B でまとめちゃいましょうかね。やべ、一個どっか飛んだな。カメラの足の下に隠れてた。これ貼っちゃうか。よし、こんな感じですね、ナンバープレート。で、手すり関係はね、2両分しかないんでギリギリで。これはまあ2個使っていきましょうか。
で、多分またね、ホイッスルとかなんかはね、接着剤で半固定になりそうなんだよな。どっちがどっちだっけ これは相変わらず説明しようよりわかんないけどね。円管手前ホイッスルカバーか。じゃあ円管から先つけちゃった方が良さそうっす。これダメだ。完全に円管用接着剤だ。ゆるすぎる穴が。まあ、手すりとかもね、最終的にはまあ全部接着剤化しちゃうんで、これはしょうがないんですけど。これ前回発売したらですね、450とかあの辺のやつだとほぼ似たような構造っす。まあライトユニットの位置がちょこちょこ違うだけで。まあレンズの位置か。まあ、気になる人はね、開放テコも、まあ、軽く接着剤で固定しちゃったりした方が。まあ、今回ちょっと接着剤の量見せると完全にガラスが直下にあるんで、これは要注意ですね。
て、今回は3台分なんで量少ないですね。これが4台分になるとね、ちょっとめんどくさいんですよ。避難しといた解放デコのカパーツ。もう一回避難させて。なんでほんとごく少量つけなきゃいけないんで、これがきついんだよな。しかも穴塞がってるし。これでいっか。めんどくせえから。いや、最悪飛んだ。もう、いや、最悪すぎる。最悪すぎる。もう一個消えた。これ3個目なんですよね、今消えたの。まあ3両分あるんでいいんですけど、最悪は。なんか腹立つ。しょうがないんで、今回も軽く裏から接着剤流し込んで、ごまかしましょうか。それじゃないと無理だな。しかも接着剤用のティッシュがなかなか。これガラスに流れた瞬間一巻の終わりなんでね。まあ絶対流れますけどね。
で、問題はホイッスルか。まあ、ホイッスルはバツ切りしちゃっていいか。めんどくせえから。ホイッスルも完全に裏から軽く当てちゃった方がいいですいいとこんな感じですかね。これでいいか。そしたらこのままね、まあ、丸一日ぐらいかな。乾かしといた方が安泰なんで。まあ、俺はいつも丸一日乾かしてます。めんどくさいんで。もう一度分作るってことは。なんか先にもうめんどくせえね、ホイッスルと手すり、ホイッスルとね、屋根上だけ終わらしてます。で、その後もう手すり切り刻みます。その方が楽なんで。あと問題は SD カードの容量が足りるか足りないか。一応今ね、250いくつのでかいやつ入れてるんで、さすがに足りてくんないと困るんだけど。やべ、スランテープついちゃった。危ね。よかった、ナンバープレートくれてね。
ちょっけい、入ったー、危ねよーし、これで必要なんなく。あー、結構きついな、これ、ほんと。
きはあ、これで一応は一段落と。で、あとは、手すりだけか。まあ、今回の手すりね、前回の金太郎と違って、なんつったらいい。垂直のやつなんで、斜めなくていいやつなんで、その点はね、楽なんですよね。もう一本出すか。あれ、こいつにこうしよう。こいつか？あ、これか。あー、もう最悪すぎる。なんとかつけれた。イカ略。ふふ、イカ略。あぶね。
うん、大丈夫です。これでやっと1位終わりと。ちょっと緩いな。まあしょうがない、手数料1本足りなくなっちゃったんで、もう1両分開けるか。多分それしかねえな。パッと見見当たんねえもんな。まあしょうがねえか。もう一個の方はこっちか。よし、OK。
よし、オッケー。あれつまじどこ行ったっけもうやだ。よし、これで3両分全部終わりですね。まあ、今回はね、まあ現存する3台作りたくて、まあ、3本買いましたけど、疲れたさすがに。久々の機関車3台勢はやっぱきついっすね。まあでもやっぱ楽しいんでね。あとはまあそうですね、リカラーのカプラーパー使って、ナックルカプラーももしかしたら予備がないんで、まあそれもゆくゆく買うとしてって感じで、そうですね、まあカプラー関係はね、どうせあの他の機関車でも交換してるんで、あのやり方は基本的に変わらないんでね、まあ以下略って感じで。行きたいかなと思います。ほい。こんな感じですかね。というわけで、一旦ね、動画切り替えて終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。